これ新しいハートテール。去年、去年も置いてありましたよね。去年も置いてありました。で、去年置いてあるやつからちょっと改良を重ねまして、はい、改良に改良を重ねて、はい、今絶賛量産してまして、はい、うまくいけば2019年春先には、来年の春先に、来年春先には、じゃあもう形自体は決まりで、そうですね、どんどん今数を作って、はい、で一斉に販売開始っていうことで、そうですね、で、はい、オリジナルのハートテールがこうあるんですけど、はい、ちょっと単純なダウンサイジングバージョンではなくて、はい、少しボディをファットめにして、はい、でお尻ちっちゃめです。去年見たのとなんか全然なんかちょっと、そうですよね、去年のこれをそのまんま小型化したようなイメージだったんですけど、確かにお尻がかなりコンパクトに変わってるなと思って。そうですね、これなんて結構ちっちゃいピリピリ系の動きになってよく釣れる亀山とかちょうどジャストサイズだと思うんで、ちぎる食いのバスとかにもなんか効きそうだなーなんて。そうですね、この裏のスリットはやっぱフッキング良くするために。そうです、空気質になるっていうわけではなくても、多分あると思いますね。でフッキングちょっとファットなんで、はい、フッキングが良くなるっていうのは大きいですね、はい、あで単体で 12g、はい、ですごいフックの30か40ってことですね。そうですね、ベイトタックルでもキャスト可能ですね。こんだけ時間かけて1個ポンって出てくるのはいいですね。なかなかカーベンの OK が出なくてですね。いやもう去年あれで、ああもう出たらそこを買おうと思ったら、そっか、これ楽しみだ。最初カラーは何色ぐらいからこういうのって大体、8色、はい、釣れ線8色から出て、人気が出たら結構シーズンカラーとかも。そうですね、カラーは年によってやっぱり変わっていく、どんどんトレンドが変わっていく、はいはい、そうですね、その時代に合った色っていう、楽しみにしてます、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい。